いやもう忙しいわ。マスターちょっとバタバタしてどないしたん。いやもう忙しいね。忙しいってお客さんどうせ少ないねんからそんなバタバタしやんでもええやんか。いやいや今日はね夕方からね15人の団体さんが入るのよ。予約、はい、15人、はい、こんな小さいカフェにそんな人数入らないでしょ。どうせまた嘘でしょ。みんな立ち飲み。立ち飲みカフェで、はい、そんなお店どこにあるんよ。どないしようかな思ってね、猫の手も借りたいぐらいでね。求人募集で誰か雇ったらいいやんか。求人出したんやけどね、来たんが猫1匹。また猫かいな。あ、私が猫になってあげようか。え、にゃ、うわ、これタコつきそうやな。この猫、猫好きにゃ、お金も好きにゃ、やっぱり小銭より千円札がいいにゃ。あ、万札がいいにゃ。ちょっと誰か助けて。万札でもね、のぞみちゃんこう束になってないとダメだと思いますよ。こう立つぐらいに、バブルの頃みたいに立つぐらいにね、一時のことですからね、はい、そのタイミングで募集したいっていうマスターの気持ちは分かるんですけども、まあ、普段結構手抜いてる気がするからな。人を雇う側もね、いろいろと大変ですけれども、今回のテーマはこちらにしました。ドン、人材不足です。実際ですね、有効求人倍率といって職を求めている方たちよりもですね、はい、人を探している企業会社の方が多いぐらいの状態が続いているので、そういった意味では経済は良くなっているはずなんですね、はい、ただ現場はすごく大変だと思います。有効求人倍率は一致指数ですから、それが上がるっていうことは今経済が上向いているっていう指標でもありますので、はい、そんな中働き方改革もありますし、はい、残業の時間が減りますと、そうすると普通はその人数でですね、はい、うまくやりくりしましょうっていうのが先に来てもいいんですけど、もう一人雇いたいなってことで、はい、人のやっぱり取り合いが始まっちゃうんですね。結果的にはまた人手不足になるという循環もあるので、うん、なんかいい面に回ってない気はしますよね。本当に人材確保っていうのは難しい問題ですよね。この後のビズラボでは、人材不足をはじめとする建設業界の問題を解消するために、地域の経営者が集まって立ち上げた興味深い事業にフォーカスしますよ。滋賀経済の今を伝える滋賀経済ナウ、今週もたっぷりお楽しみくださいね。滋賀県内のさまざまな企業にフォーカスするビズラボ。人材の確保がなかなか進まない建設業界、大洲市片田の若手経営者が集まって、この人材不足をはじめとするさまざまな問題の解消を目指す事業を始めました。大洲市片田、この日町内の住宅で測量用ドローンを屋根や太陽光パネルの補修点検に活かせるのか検証が行われていました。上の方のこの線のところ、あ、そうですね、いいですね、うん、今は動画で情景で撮ってるので、ね、動画で撮っといた方がこの満点なく漏れがないので、はい、この試みの事業化を目指しているのは、昨年11月に設立された株式会社 T-BOX。 地元で工務店や電気工事会社を営むメンバーが、建設業界の抱えるさまざまな課題に取り組もうと共同出資で会社を立ち上げました。現在 T-BOX の代表を務めるのは、電気工事の会社を経営する辻さん。慢性的な業界の人手不足に悩まされてきました。もうずっと職人は募集してて、ハローワークにずっと募集してて、応募が全然ないんですよ。で、今流行りの CM でよくされてるバイトのあるじゃないですか、アプリというかウェブ上で、それって有料で2週間で何万とか払って募集するんですよ。まあ、もう結構広まってるんで、すぐ来るんかなと思ったけど、2万何本払って2週間で電話ゼロやったしね。これはあかんわと思って、もうなすすべがないというか。 T-BOX 取締役の一人、井口さんです。片田で新築リフォームの工務店を経営しています。
協力業者さんがちょっと2週間まだ現場入れへんわとか、もう今月ちょっと現場入るの厳しいよとか、結構そういうのが最近すごく感じてて、仕事はあるけど仕事をこなせへんっていうのがすごい今の現状で、20年間ぐらい不景気続いた時、あの間に結局職人が育ってないんですよね、おそらく。やっぱり職人さんって1年で育てられるもんではないと思うんですよ。やっぱり5年10年かけてやっと現場で活躍できると思うので、やっぱりもう早い段階で若い子技術を教えて解かないと、5年後10年後にはもう完全に大工さんいないよみたいなことが起きるような気がして、はい、僕らはもうね30年以上やってるんで慣れてるんですけど、やっぱ今の若い子らはしんどい、暑い、汚い、ある程度の気持ちを持って覚悟を持ってきてもらうとあかんしね、やっぱりその辺の絡みが難しいとは思いますけど。もう一人の取締役山口さんは損害保険や生命保険の代理店を営んでいます。 Tボックス設立のきっかけとなったのは一昨年と昨年、特にひどかった台風の影響だと振り返ります。被害に遭われたお客さんのお宅にお伺いして、被害状況を確認させていただくんですけど、で一緒に現場に立ち会いしてもらったりとかで、建設業の方からその直接見積もりを頂戴して保険会社に出したりとかですね、まあ、2年連続やっぱりその人手が足りなくて、振りたくてもなかなか対応が進められないという、振りたくても振れないというような状況が結構続きましたですね。落ち着くまでやっぱりちょっと時間かかりましたね。その頃大月田商工会青年部で知り合いだった井口さん、辻さんとその状況についてたびたび話をしました。やっぱ人手不足がすごくて、その、まあ、現場調査にすらなかなか行ってもらえないみたいな。集中するから余計やねえ、うん、もう軒並みこの地域のテレビアンテナが全部傾いてて、電気ないのも嫌ですけど、テレビ映らへん、電気来てても映らへんのもかわいそうやし、なんとかしたいなっていうのはありました。ライフラインの一つですね、はい、抱えてる案件プラスになるところなんで、災害はね完全に人手不足でしたね。2年連続の台風があらわにした建設業の課題に対し、3人は Tボックスを設立。楽しいこと、面白いこと、好きなこと、夢、希望の詰まったおもちゃ箱を社名にしました。災害が起きてどうしても対応ができないんですよ。そういう時にドローンの操縦士がいれば一気にこう調査ができると、で対応も早くいけるかなと。屋根の下地が傷んでたりしても登らずに済むので二次災害も起こらなくて済みますし、あと、まあ、高所から人が落ちてしまったりとか、そういった危険性もないので非常に安全でいい調査ができると思います。Tボックスはまず初めにこんなものを事業化しました。人材不足を解消するアプリを作りまして、これなんですけどポチプロというアプリになります。建設業の人材不足のために Tボックスが開発したアプリポチプロ。まず職人は地域や経歴、働いた場合の単価、免許、保険の有無などの情報を入力し無料で会員登録をします。そして自分の空いているスケジュールをポチプロ上に公開するのです。こちらが業者側の画面になるんですけども、画面を開いていただくと職種が出てきまして、地域を選んでいただけるようになっています。あとは日付を選んでいただくと、その日に登録しておられる職人さんがこういうふうにリストがこう出てくるようになっています。工務店や建設会社などの業者は必要な時に職人を検索して連絡することで急な人材不足にも対応することができます。仕事をオファーする業者側は
月々のアプリ利用料として T ボックスに2980円を支払います。人材を求める現場が職人に直接仕事のオファーを出せるこの仕組み、発案したのは井口さんでした。明日職人、この現場行く職人いい日になっていうところから、なんか携帯で明日行ける人呼べたらいいのになみたいな、携帯ポチって言いますね、よくでポチっとしたら職人さん来てくれたらなみたいな発想からですね、うん、僕はもうめっちゃそれやりたいと、うん、やりたいっていうかもう作りたかった、うん、でもすぐ紙に書きましたね。職人さんに無料なんで入るの、いっぺん入ってもうてちょっと使ってみてほしいなっていうのはあります。どん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 改良していきたいなと思ってるんで、まあ、今はとりあえずいろんな方に登録していただいて、いろんな意見を頂戴したいっていうのがまあ本音ですね。職人と業者をつなぐマッチングアプリポチプロ、業界で初めて職人自ら働く単価を決め、その技術や道具を商品化する仕組みなのです。その材料費が上がってもお客さんに出す見積もりは上げられなくて、じゃあどこで値段の調整するかっていうと、職人さんの単価で調整するしかないと、手間を下げるしかない、手間賃をね、そういうことをしていくとどん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 自分たちの首絞めていくことになるんで、それってやっぱこの業界として変わっていかないと、職人さんの価値を上げるっていう、やっぱりこうちょっと空いた時間に、働ける午前中午後夜間ってこう分かれてるんで、大工さんとか電気屋とか、まあ、技術がいる職業ですね、その技がこう極めてたらいい単価取ってもいいんじゃないかって思うんですよ。給料、休日、希望っていうのが新産経って言われてて、そこを目指そうと。職人の価値を上げて業界の構造を変えようと模索を続ける T ボックス。その先にはいつも未来の担い手たちの姿が描かれています。すごい面白いですね。やっぱりものづくりってすごく面白いですね、はい、だからそういうのを若い子に伝えていけたらなと思ってます。こう年配の大工と若い大工が技術をこう継承できるのに、こうポチプロっていうアプリを使っていけたら面白いなと思ってます、はい、こういうリフォームとか難しい仕事をして頭と腕とやっぱスキルアップしていってほしいですね、今の若い子に。僕が今持ってる技術は 100% 若い子に伝えていきたいなとは思ってます、はい、考えててほんまに分からへん時あるんですよ。で聞きに行ったらもういろんなやり方を教えてくれるんで、とりあえずもう自分で一見できるように頑張ります、はい。まあ、AI とかね、どんどん進んでいって機械化が進んで、機械が取って代われる職業っていっぱいあるんですけど、建設業は絶対無理だと思うんで、もう建設業は本当にその、まあ、未来、日本の未来というか、地道な活動をしっかりして、まあ、各地域でそれぞれポチプロ、今は関西ですけど、ポチプロ関西とか、ポチプロ関東とか、ポチプロ東京とか、ポチプロ九州とかですね、職人さんの登録をやっぱり10万人目指したいなと思ってます。人材不足を解消するためのアプリポチプロ、開発し事業化した T ボックス、いかがでした？はい、働き手の側からするとですね、無料で登録しますと、まあ、自己 PR ができたりとかですね、そういった工夫ができるようになってるんですよね、はい、一方雇用する側の方は、うんうん、そんなに高い手数料払わなくてもですね、こう人材を働いてほしいときに探すってですね、うん、便利な機能がありますので、はい、まあ、両方とっていい取り組みですよね。そうですよね。職人の価値を上げるっていう考えもありましたね。あ、そう、職人さんが自分たちで自分たちの価値をですね、うん、売り込んで、はい、それに見合う対価を得ると、そうすると皆さんのこう対価がどん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 上がっていって、業界の価値が上がるんですね、うん、事業承継っていう話題がですね、非常に課題になっていると思うんですけれども、それ以上に技能とかですね、技術、これ
これをですね継承しにくいと言われているので、はい、職人さんがですね続いていかないと言われているらしいんですね、だそういう意味でも技能の承継につながるこういった取り組みっていうのはどん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 広がってほしいですね、そうですよね、魅力的だなと感じれば人が集まってくるきっかけになりますからね、はい、この災害への対応というのもちゃんと考えられてましたね、建設業っていうのが単にですね建設する、それから電設を整える、電気設備ですね、はい、整えるだけじゃなくて、うん、もうインフラになってるんですね、何か起こると困ると、ですからそういう時の備えっていうのを大事にされていらっしゃるっていうのは、建設業の超えたですね取り組みだと、まあ、関心はしますよね、そうですよね、で今回のアプリポチプロなんですが、建設業界だけではなくて他の業種からも注目を集めているそうです、ありえますよね、はい、いろんな業界で起こりうることなので、はい、こういったまあアプリの仕組みを使ってですね働き方改革、本当の働き方改革を実現する時代ってそう遠くないかなと、うん、ちょっと追いついてないのはフリーランスの方が増えてきている中で、税制とかですね社会保険、この制度ってちょっと追いついてないんで、こっちの方にもねどん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 目を向けてほしいという願いはあります、美容師さんもそうですし飲食業もそうですし、思ったのは潜在看護師さんとか保育士さん、このあたりにも需要があるんじゃないかなと思いますけどね、はい、とっても大きいと思いますね、毎日は働けないんですけども、今日1日であれば、はい、あるいはこの時間であれば働けるで、その能力をお持ちの方たくさんいらっしゃるので、はい、その潜在能力を引き出すアプリっていうのがたくさん生まれるといいですね、ポチッとですもんね、はい、ポチッとポチプロ、ポチプロですね、 T-BOX が開発したアプリポチプロ注目です。この後のビズログでは及久保さんにアプリ開発というテーマで詳しく教えていただこうと思います。以上ビズラボでした。及久保さんにさまざまな経済ワードを解説いただくビズログです。さて先ほどのビズラボでは建設業界の人材不足解消のためのアプリをご紹介しました。さて今回のテーマはこちらです。アプリ開発ということですね。はい、ほんのですね、はい、10年ほど前コンピューターをコントロールするといえば、はい、ソフトですとか、はい、ソフトウェアっていう言葉の方が多かったはずなんですよね。よく聞きましたね。最近はスマートフォンのもう普及によってですね、はい、もうアプリっていう言葉を聞かない日がないぐらい出てきてますよね、はい、うん、これアプリケーションの略アプリっていうことなんですけども、はい、皆さんも入れてますかね。入れてますよ、私のスマホアプリだらけですよ。ちょっと整理しないとと思うんですけどの美容院の予約アプリでしょ、あと電車の乗り継ぎアプリでしょ、あと FX どうなってるかなって価格見るアプリでしょ、ね、え便利ですもんね、はい、代表的なものをまとめるとこちらに集約されるわけなんですね。いろいろ出てきましたね、はい、これもあくまでこう一例なんですけども、これで一例ですか、はい、もっと専門的なアプリに限って言うとですね、はい、すっごいたくさんの種類があるということなんです。今度経済的に見た場合ですね、アプリを生み出しますとどうやって儲けを得るか、これ収益って言いますけども、はい、そのためのモデルっていう意味では、はい、今回ですねちょっと3つほどまとめております。まず有料アプリなんですけども、はい、ダウンロードしたいなと、はい、そのデータを取りたいなって時にいくらっても最初からついてるものですね。で続いても多いんですけれども、アプリ内課金ですね、うん、こちらは手に入れるためには無料なんですけども、例えばですねある記事を読んでいてですね、こっから先はあなた有料になりますというですね、こう変化が見られるようなもの、もっと読みたいっていううまいところで出るんですよね。そうずるい。で最後はアプリ上広告収入、これはですね、はい、画面を見ていると広告が出てくるケースがあります、はい、アプリをそもそも手に入れられる方は、うん、その目的があって使うんですね。ターゲットを絞った広告ができるんですね、うん、ですからお金が非常に集まりやすいという特徴がありますよね。もう不特定多数にばらまくよりはそれはピンスポットでいけばお金もちょっとで済みますもんね、はい、収益化できそうなのかなって考える方も多いかもしれませんけれども、はい、アプリを開発するためにそのノウハウを自分で持っていればいいんですが、ええ、持ってないとどなたかにお願いして作ってもらうことになりますよね。そこでまたお金かかりますね、はい、どちらかというと一攫千金を狙って開発をして儲けるというよりも、はい、うん、一定額これぐらいは儲けられそうだなっていう地道なですね、コツコツ型の収益のモデルの方が望ましいと思いますね。でも世界中の相手ですから、はい、そのコツコツもたまにたまれば大きなお金になるかもしれないですよね、はい、最近のトレンドっていうのがあるわけですね、はい、知っておいてもいいかなと思いますので、はい、こんな風なのがトレンドだということです。 AI 代表的なのは
アップルの Siri というですね、はい、音声認識のものがありますよね、はい、これがオープンソース化、はい、開放化されたことで Siri をですね活用したアプリ開発、うん、AI を活用したアプリ開発ができるようになってきます、はい、うん、まあ、そういう時代になったってことですね、AI ですね、はい、でそれから次はもののインターネット IoT っていうんですけれども、はい、例えば鍵がなくても、うん、スマートフォンをかざすだけでですね自動的にロックを解除してくれる、はい、エアコンも自動で操作してくれるとかですね、うん、そういった機能のついたアプリというのが出てきています。便利ですね。便利ですね。外出先からもこんな暑い夏はですね早めに冷房かけときたいですもんね、はい、それから最後は AR ですね、はい、バーチャルリアリティというのは仮想現実ですけれども、はい、AR ですね、こちらは拡張現実のアプリ、もう代表的なのはポケモン GO ですね、はい、自分の歩いている道の中にですねあたかもその現実にいるようなですね存在というのがこう現れると、はい、そういう世界を実現してくれるようなアプリ開発ができるようになってきましたね。まあ、どうやって使ったらいいか賢く使うというのもやっぱり大切になってくるんじゃないでしょうかね。あ、そうですね。だから使う側の知識の蓄積、こういったものも必要になりますよね、はい、以上ビズログでした。今回の滋賀経済ナウいかがだったでしょうか。ビズラボでは建設業界の人材不足を解消するためのアプリを開発した T-BOX の事業をご紹介しましたがいかがでした。はい、人手不足、人材募集ですね、これ今時のテーマ、はい、それから災害対策もですね、うん、皆さんが非常に気にされるテーマなんですよね、はい、こういった社会の課題っていうのを強く打ち出すっていうビジネスは、うん、私非常に成功する代表例なんじゃないかなと思うんですよ ね、 そうですね、はい、登録者数がどん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 ね、うん、これで増えていくといいですよね。さあそしてビズログではアプリ開発について見ていきました。はい、アプリってですねまずそこに入ってもらうダウンロードをしてもらうまでがすごい関門があるんですよ。ですからデザインですとかネーミング、はい、これがすごく重要なんですね、使われるんじゃなくて使いこなす人になっていきたいです。あ、そうですね、はい、アプリケーションというのはもともとねコントロールですとか制御とかそういったものをですね含めたの言い方になってますから、はい、それができるといいですね。そうですね。滋賀経済ナウ次回もどうぞお楽しみに。ええこと思いついた。なんやうるさいな、さっきまで人手不足や言うて。いや人手不足はもうええねん。この店のアプリを開発すんね。ああアプリ、はあ、まあ人気がすごく上がりやんか。人気、はあ、あのねマスター、今時はねこのカフェの評価を調べられるアプリなんかがあるんだから。あ、そう、へえ。5つ星や。そんなことあるかいな。僕が評価してる。でも評価してる人3人って書いてあるんだよ、うん、アカウント3つ作って僕がアカウントでカウントして。マスターそんなことしたらアカウントじゃんじゃん、ピヨ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 、悲しい。のぞみちゃんもちょっと星つけて。星1つ。あ、だだだだ、何をすんねんな。